全空に普遍的に存在、つまり元素そのものとしてどこにでもいるということか。姿はないがどこにでも。なるほど。じゃあ今まで感知できなかった薄い気配を最近になって感じ取ったということは、権限の予兆ではないでしょうか。元素の集合は実体化を意味するかと。なんだかわかんねえけど、普通に姿を現すってんのか。じゃあいつもみたいに沈めてやろうぜ。まだ暴走と決まったわけでは。そうだな。とりあえず様子を探るためにポートブリーズに向かおう。ポートブリーズに？あ、風が集まる島だから。ああ、四大元素を司る存在が権限するなら、そうした立地の可能性が高いだろう。なるほどな。じゃあ早速港で定期便に乗ろうぜ。あの島にはラカムたちもいるし、グランサイファーでみんなを集めりゃ。上だ。一階に何かいるぞ。そんな、本が燃えちゃう。大丈夫です、アルシャさん。今僕の杖で防壁を蹴…二人とも怪我はないか。助かったぜ、姉さん。オイラもルリアも大丈夫。うん。あ、カタリナ。大したこと。ルリアを頼む。この場所では奴が有利だろう。何を言ってる。ルリア、今まとまって行動。ダメだよ。あの敵、青少女の一種だよ。変な気配だけど、私にはわかる。なんだって。そんなに危ねえやつだってんなら。だが、この足では。ダメったらダメ。そうですよね。すまない。ごめんなさい。いいんだ、ルリア。私は喜ぶ。やべえ、姉さん、輪っかのやつに狙われる。強くなったら、ま、倒せた？ルリア、なんて無茶な真似を。怪我はないか？うん。いきなりびっくりしたぜ。本当に驚いたよ。話は後です。急いで。分かったぜ、姉さん。ああ、出血は止まった。みんな、急いで脱出。